まあ、自分はねもうとにかくその19歳20歳の時に、やばい、まあ、今まで何回も話したんですけど、このままじゃ終わってまうって、東京ドームホテルのベッドでこうやって寝ながら思ってたんですけど、やばいと思って、ヤクルト戦の後その時にやっぱトレーニングとかの勉強、サプリメントの勉強とかをちゃんとやれば、それはソフトバンクを見てたからね、僕はソフトバンクでいろんな山川さんとかの話もいろいろあった上での、そこを多分ソフトバンクの選手だとうまくちゃんと分かってない部分があると思ったんです。そのあのトレーニングもそうだし、栄養のそのこれはこうだっていうのは分かってない部分があると思ったから、とにかくそこをもう突き詰めてやれば、誰よりも野球界で分かるようになれば、もし引退して僕がクビになったとしても、元プロ野球選手だけどでダメやったけど栄養に関する知識とかすごくありますよって言ったら、まあなんか食ってけんじゃねって思ったから、まあそうやったっていうのはあるんですけど、うん、あそれ何だっけな。でそっからそのトレーニングとか栄養とかの勉強をするのに一番いいのなんやろうと思った時に、もうボディービルダーやろと。もうボディービルダーが一番知ってる、だって筋肉を強くするやり方を知ってるわけだから、とにかくアイアンマン、これはもう今でもそうなんですけど、アイアンマンも今も毎月読むし、マッスル&フィットネスとか、もう月刊ボディービル、もう月棒っていうやつとかね、もうそういうのを僕はもう毎月読み倒した。もういろんなもの、そういうのだから最初わかんないですよ、何書いてるかなんてわかんないし、なんかそのね、ベータラニンのがどうとかカルノシンがどうとか、もうそんなこと言われても分かんなかったけど、もうとにかく読もうと。だからその半身浴とか毎日その当時してたけど、とにかくそれ読んだす。もうで10年ぐらい読んでたら嫌でも結構分かってくるもんなんで、だからそれでね僕は結果的に良かった。